久保さん。まあ、どんな現実を見るかじゃ,じゃないですかね。まあ、どこの部分を切り取るかによって全然違ってくると思うんですけど、まあ、どんな現実を見るかと。まあ、久保さんの現実をどう見るかですよね <laughs>。40歳からネットビジネス始めて、麻雀店やって借金抱えてね、そんなおっさんがネットビジネス始めて一旗も当てて、 今なんか隠居みたいな感じでやってるという現実をどのように視聴者の方が切り取って、どのように自分の人生に生かすのか殺すのか、それともその現実を見ないのか、自分の現実を歩くのか、自分の現実は今日も出社して満員電車に揺られて嫌な上司にペコペコ頭を下げて安月給で働くという現実を見続けて働き続けるのか、それとも あこういう現実があるんだと。じゃあこういう現実をするためには何をしなければいけないのかと。どういうことをやらないといけないのか。学び、行動するのか。どっちがいいですかね。どの現実で生きた方がいいんでしょうか。僕は少なくても今の現実で生きたいんで、これからもやり続けるだけですけどね。いってらっしゃい。